はい、こんにちは、サガンです。今日は私がよく見ている YouTube の方でホビーさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、その方が昔漫画家を目指していたと。でこんな漫画を描いていたよっていうようなことを動画に上げてましたので、そういうことでもいいのかなと思って、私もちょっと真似をしてみようと思います。私も以前というかもう何十年も前ですけども、中学の頃は画家になりたいかなとか漫画家になりたいかなというふうに思った時期があります。でどんな漫画になりたいのかなって言ったら、やっぱり少女漫画ですね。少女漫画、当時は昭和30年代の終わりから、昭和40年代の初めくらい、私小学校の頃でしたけれども、漫画に夢中になって読んでいたし、自分でもしょっちゅう書いていました。ただそれをどのようにして投稿したらいいのかっていうのは、ちょっと私の方全然わからなかったので、ちょっと書きながら話しますね。なので当時はそんなに漫画家に向けての本もなかったし、もちろん学校なんかなかったので、当時の子どもたち、特に漫画家を目指す像みたいな子どもたちのバイブルとしては、石森章太郎先生、今の石の森章太郎先生ですよね、の漫画家入門っていう本がバイブルのような存在でしたよね。で私も昭和30年代後半から40年代にかけて、どんな漫画が流行ったかなっていうのを思い出してみると、少女漫画の世界では渡辺雅子先生ですよね。それから水野秀子先生、それから西谷芳子先生、この3人がもう御三家でしたね。その影響を受けて、私もまずは渡辺雅子先生の絵を真似るところから始めました。渡辺雅子先生の特徴は目が縦長なんですね。もう少女漫画の基本を築いたような方なので、当然目が大きくてパッチリしてます。それからまつげが長いです。それから星があります。キラッキラ状態で星がありますというような、で初期の頃はなんか母子物みたいな、お母様と行き別れになってしまった主人公が、なんか曲折の末、今は例えばですね、女優になってるとか有名人になっているお母さんにを探し当てるんだけれども、ちょっと名乗り合えない、お互いに名乗り合えない、その切なさみたいなの、ハラハラ涙みたいな、そんなストーリーを書いてたと思います。渡辺雅子先生の顔はですね、ちょっと目と目が離れてますね。そして顎が尖っています。髪の毛はふんわり、もういかにもお嬢様風という感じです。はい、ということで、このようなこの他に
水野秀子先生、西谷義子先生。水野秀子は主にアメリカ映画ですね。それを題材に下敷きにした漫画をよく書いてました。それから西谷義子先生は、その当時、多分青春、森田健作なんかの青春なんとかみたいな、あの俺たちが青春だみたいな、そんなようなのが流行ってたんですかね。そんなようなのの女の子版、学園の、コミカルな、ラブコメディみたいなのをよく書いてました。まあちょっとこんな感じです。こんな感じでもいいのであれば何枚か書いて、この後動画に上げてみたいと思います。もしよければ登録お願いします。まあ、こんなところにねリボンとかあるのでね、いきなりなんかリボン書いて全然違和感ないですけど、こんな感じの絵ですね。こんな感じで眉毛はこう細いです。このような感じの絵が特徴になってますね。はい、それでかけてる、そういう絵がよく登場してきました。まだね、下まつげがあんまりないんですね。30年代後半から40年代前半、こんな感じです。はい、こんな感じのね、お姫様みたいなね、そういうような巻き毛がくるんくるん巻いた、あの巻き毛のお姫様か、それともなんか超セレブのお嬢様かみたいな、そういうハリウッド系の漫画を描いてたのが水野秀子ですね。例えば麗しのサブリナなんか、素敵なコーラっていうようなタイトルでね、全く同じストーリーで書いてたりしています。あと後に水野秀子はファイヤーっていうね長編を書くわけですけど、その頃の漫画も私あんまり読んでなかったし、絵が上手くなりすぎて逆にちょっととっつきにくい感じの漫画でしたね。この頃のいかにも少女漫画したような、まあこれは水野秀子の絵じゃないですけど、それを真似て私がよく練習して描いたような絵なんですけども、こんなような感じで花がねバーッと周りを取り囲んでるような、そんなのが当時の特徴です。まあ黒髪でよくね描いていた人もいます。例えば里中真知子なんかは当初からね、デビュー当初、デビュー当初は私知りませんけども、初期の頃から髪の毛黒く描いていました。後に彼女が語っていたんですが、やっぱり日本人の女の子を描くにあたって金髪とか白い 色抜けした髪ですよね。こういう紙ですよね。こういうのを書くのはやっぱ不自然じゃないかというようなことを語っていました。なので私は黒髪にしてますというようなことを言ってました。なかなかねそういう感じのポリシーを持った方で、その人は後に時代劇じゃなくて、なんていうんですかね、歴史漫画のようなものをねたくさん手掛けるようになります。例えば持統天皇を扱った天上の虹、それから安倍内親の扱った なんていう名前だったかちょっと忘れましたが、というような漫画があります。とても興味深く読ませていただいて、天上の虹はまだ完結されてないのかどうか、最近店頭で見なくなりましたけど、続き見たいなと思いながら、なかなか見る機会はないです。多分里中真知子 の初期の頃はこんな感じの絵を描いてました。今違いますけどね。
とブロンドを強調したようなこうねすごくキラキラ光っているというような髪の毛を強調したような絵も、まあこれ渡辺正彦ですが描いたんですね。はい、そうですね。はい、そんな感じで今日は私が漫画家を目指した頃、昭和30年代から40年代にかけてどんな漫画がというかどんな顔をした少女漫画が流行っていたかなというようなことについてちょっと思い出してご紹介してみました。最後まで見ていただいた方ご視聴ありがとうございます。ちょっと懐かしく思ってくださった方がいると嬉しいんですけども、多分皆さんの年齢とはちょっと違うかもしれませんね。ありがとうございます。